人たち。
道端に、なんか寝転んどるやつあるね。余裕やな。Thank you.
チョコレートを持ってる。え？すごい、チョコ&クッキー。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございます。何します？いや、あれはそばしよう。
かわいいわ。あの人は店の人じゃないから、どれにする？カレーライス1番どうぞ。カツ丼番号出してあるよ。研究開発機構。そうです。JAXA って。ああ、宇宙。はい。JAXA ってしかなんか知らないから。それではこのバッターを始めるにあたりまして、いくつかご協力のお願いがあります。今出発した宇宙科学10回と戻ります。どうぞお楽しみください。では次に。広さは約17万6千平方メートル、東京ドーム4個分ぐらいの大きさがあります。そして、あの高いエリアの中でロケットを立てて、プロジェクターの中で建設が行われます。 H2A ロケットはこのように H の形をした発射台の上に直接立てていくんです。そして新型の H3 ロケットはこの横の棒がないシンプルな機能を立てる移動発射へと進歩しています。また打ち上げ当日、センター内は関係者以外立ち入り禁止となっています。当時打ち上げの順番が入れ替わり、この7号機より先に8号機の打ち上げが行われたんです。しかしこの8号機にエンジンのトラブルが起こり失敗をしてしまったということから、この失敗の原因究明、さらに現在打ち上げている H2A が開発を始めていたということで、この開発に全力を尽くそうという方針になり、この7号機は宇宙には行かず、この種子島に残されています。もう立ってるエンジンがありますね。あちらですね。あちらは LE7A エンジンです。ほんまに宇宙に飛んだ今なかなか厳しくないやつ。だからボコボコになってる。使われたやつ。使われたやつやって、あれは帰ってきたやつやって。
あのロケットの組み立てクレーンの担当の方ってあのそのお仕事のクレーンを使う前の日お酒飲まないって書くのが言ってますよ。はい、このロケットでもあるんです。つまとてて、ここですね、あの今度もう、もうあの、まあ、サブヤのためにですね、外国からの部品を混ぜて使えるようになったんです。それでは皆様、本日はこちらのツアーにご参加いただきまして誠にありがとうございました。どうしましょう。先祖の岩沢さん、チクラやな。チクラの岩や。それが出てき。原っぱ。すごい。かわいい。うん、綺麗、隠れ、なんか山とかにもなってる、隠れた名所。ちくらの湯屋でございました。千座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 ではございます。はい、ナビ、ナビ出ません。これは千田光雄なはなはな、それ沖縄で言うて。
らい。なんかもうすごいな。初めてだったんですか？初めてです。屋久島も初めてです。屋久島はどこどこ行かれたんですか？まだ全然行ってない。まだ行ってない？はい、ほとんど行ってないです。あ、今からですね、じゃあまだ明日、はい、明日、明後日。
撮るときは撮れへん。いただきまーす。これ何言ってんだ。あ、部長。てるようなかかってない。屋久島ランドに行きます。登るぞとかへん。で肩側突っ込んでてんな。ああ。全然とかへん。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 後ろの車も向いて、どないしょう。
ぱりいただきます。ちょっとお時間10分ぐらいかかるって。大丈夫ですか？任せよ。あと何があるんだっけ？あとあの簡単なあのパウンドケーキとかマフィンとかそういったものであればすぐお出しできるんですけど、ハッシュドちょっと待ってる、ハッシュドポークかプルコギ風豚肉丼ぶり、どっち？プルコギ風豚肉丼ぶり2つください。はい、プルコギ丼1つ、はい、あ、2つ、はい、はい、はい、よろしく。テイクアウトで。ありがとうございます。先生、お手洗い借りていいでしょうか？ありますね、お手洗いないですね。なくて、あのちょっと先に薬杉自然館っていう、あ、はいはい、ございまして、そこにお手洗いがあって、はい、わかりました、はい。です。食べまーす。こういうのが水が水滴がついてたら綺麗っていうのがバックに。こう下も根っこが、こう上まで上がる。うわあ、すごい。これはいい。うん、薬杉今に。人もいいし。タクシーね、停車さんありがとう。映っちゃうとか言ってごめん。出る。
そう簡単です。ポストカード割引券付いてますからね、はい、下のね。で、現在地がここです。現在地が1、ね、はい、はい、でトイレそこしかありません、はい、出口はこの辺の方にね、はい、ここ入っていくと4番で曲がると30分コース、はい、7番だと50分コースですね、はい、入り口から出口の時間、はい、そこまではこういうふうに整備されてます、はい、でそこから、そこから先は山道、はい、なので石が転んだり木の上で滑りやすくなるから気をつけてください、はい、あとはもう分岐点、多いので、はい、この看板だったりこういう看板、はい、山道に入るとリボンとか出てきますから、はい、前はね、はぐれないように気をつけてください。はい、走10分コースやったらこの13で行くん、うん、こうですね。し、あ、そんなら1,2,3,4,7,11,12,13、うん、で10、はい、はい、でここから道が悪くなると、はい、わかりました。7と11、12、で一箇所ここはあの倒木があって、はい、傾斜木があって、はい、くぐるようなところもありますからね、はい、はい、こちらで、はい、これは片付けといて、まあ大体わかんのかな、一枚看板出てますよ、はい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 、行きます。ああ、もう溶けてる、下も、それで80分なんて言うてるな。じゃあ、ちょっとまっすぐ寄せるシート行きます。結構そうされてるところってどういう、できへんことばっかり。え、おや、だって二度来ないから。いや、二度来ないよりも二度来もう来れない、来れない体になるかもないから。それつまずいてるやつが言うか。だからこんなん嫌って、こういうところやで、こんなに言霊がいい、水平じゃなかったよ。うわ、昔の薬師寺、だってこういうのがあってもうほら倒れてるよ。手をどっかで誰かが支えてる。いやいやいや、自然に止まってる。誰かが。こん
でここんな広いの。ドマイボ。ああ、なんか土。行きたいところに来てる。じゃあ、じゃあ。この地になんか変。ね、すごい。あんな苔生えてるのにこいつだけなんだ。これなんか、このほら、苔が。だってこれもなかなかいい。希望80分コースでレッツゴちょっと足が弱い人だったらあのコースだけでも十分雰囲気を味わえるよね。うん、いいですか？そんなこと言ってないよ。
OK。 めっちゃあっさりしてる。期待してたの、たぶんすごい崖から本当に近いし。ちゃんと持って指だけじゃなくて。うわ、多分大丈夫です。あ、水。はい、すごい。ちょっと待って、これなかなかの。うわ。傾斜があるからな、いい石が、うん、ずるっていったら終わり。やめてくれ。ちょっとこれどういくの。ここが くぐらなあかんって言ってた。赤のリボンがあるからそれがある。そう、違う違う、だからここなんかすごい。ここくぐらなあかん、ほんまに。第一歩でこけんのやめて。ちょっとこれは。置いた、うん、オッケー、ありがとう。え？急に何？いけるって。はい、オッケー。ほぼいけてないです。ほぼいけてへんのに。これは上やな。私いけるからって案内の人がやるから。いけた。
だ。これはどうなってるの？よいしょ。もう解除してる。まあ、太い木やけどな。そんなやつ気えへんわ最初から。これはおお結構な難所や。90度。そんな余裕あれ景色見る余裕ないわ。もう足元を見んと。むっちゃ汗かいてる。ぬかるんでる。空気はでもいいよね。何急に余裕。余裕の。あの崖から。余裕のコメント今。遠ざかってきました。さああそこの。もうあんなひどいとこないやろ。知らんけど。まだ終わってない。人生に1回やな、これは。
挟まった。靴がちょっと余裕が出てきつつあるな。そうか。そうかな。そうだといいね。足場が弱じゃない。歩数考えてくれてるから。ぐらぐらし。ぐらぐら系やな。釘が抜けるって。汗だくやで。笑うことないんだ。汗かいた。健康なんだ。そっか、そら、なんか私の命も守ってくれてるもんな。いやいや、これ冷や汗。冷や汗。だってこけて骨折でもされたら俺担いでいかなきゃ。あんたやんな。ちょっと待って。はい。何？タオル。拭いてください。いいです。もう肩今日はすぐに。消毒ババアなんで。洗濯ババアなんで。命を支えてもらってるから。あ、びしょびしょ。いいよ、全然。みんな手塞がってるし。じゃあ先行くよ。ああ、揺れへん？揺れるよ。え？揺れるよ。ほら。やめて、やめて。だってさっきと同じ橋やん。あの、場所はちゃうけど。飲める水やな、完全に。すごいね。え？気持ちが悪い。あ、合ってんのこれ。コンパス持って計算して前に人がおる。よし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 。
ただいまーす。コースの後半になるのかな。だから結構いろいろな人たちが。面白かった。七号橋。春巻き。ほんまや。春巻き。春巻き食べたい。こっちがすごいよ。めっちゃカバーしてくれました。死なれたら困る。怪我されて。すごい。飲むか我慢してたもん。一口が美味しい。焼けてるよやっぱり。焼けてるってあんまり火当たってへんから。でもここちょっとやっぱり赤い。それはいやいや、ほんまにほんまに疲労が出てる。いや、ちゃう焼けてる。やっぱり日差しはきつい。いい感じ。あ、別にそれが旅行の醍醐味さ。どうだってここでくつろいでる時間全然取れてないから、うん、寒かったしな、今日は結構あったかい。いや寒いっていうかここにいなかったん昼間あんまり。まあまあまあ、ね、夜
しかおらない朝と夜ですけどね。なんでいろいろ移動してたらな、まあ、ここでこんな。最終もう一泊、まあ、この時間に戻れたからよかった。というかもう体力的に限界です。おじさま二人、おじさま二人、おじさま、おばさま、おじさま二人って何ですか。私がおっさんになってる。いやいや、だってあ結構すごいで、あれ、うん、あの山は一歩でも踏み外したらほんま怪我する。怪我する。80分コース言ったって人によるからな。うん、こそ100分かかる人もいるし。うん、あでもほんま綺麗かったな。滝もな。うん、来てよかったな。よかったね。一つクリア、来たかったところ。